こんばんはとね、中2の英語ですね。で、統一テスト対策ということで、今日は題目2つ拾いましてですね、まあ見ててみようというところではございます。まずはね、これね、題目6の問題でございましたね。まあ、適する形に変えてくれという問題ですね。まあ、よく出てくる問題ですな。はい、ということでね、それぞれね、まあいろいろ、まあそれは動詞であったり、名詞であったり、形容詞であったりっていうことでいろいろあるわけなんだけれども、はい、じゃあまず最初言ってみましょう。 I make dinner with my sister yesterday ってありますね。はい、メイクって動詞ですよね。まあディナー、夕飯を作るということなんでしょうけれども、はい、動詞を変えてくれと言われたら、まあなんかいつも言ってんだけど、で、三単現の S をつける、過去形にする、ING にする、まあ大体このどれかですね。はい、動詞の形を変えてくれと言われれば、三単現の S をつける、過去形にする、ING にする。で、三単現の S の話題っていうのはね、結構ね、1年生の話題なんですよね。ですので、2年生の話題ですとね、まあ大体過去か ING 進行形で、進行形も現在進行よりもやはり過去進行という形でね、ING の形にさせるという問題が多いような気がします。はい、だからってわけじゃないんだけど、一応ね、全体しっかり見ないといけないんだけれども、ああ、じゃあ動詞だから、まあ ING か過去形かなと思ったら、はい、そうなんです。最後にイエスタデーがあるね。はい、最後にイエスタデーね、過去を表す言葉、昨日という意味でイエスタデーが出てる。はい、その通り過去形にしてあげよう。ただメイクは過去形、不規則変化じゃ、不規則、規則変化じゃない、不規則変化なわけだよね。はい、ですからメイクはメイドということで、不規則に変化して、はい、過去形にしてあげようということでした。はい、続きます。はい、 My brother is old、 そして Down your sister。 はい、ここではね、もう Down です。 Down Down Down。 はい、ね、Down があった瞬間ね、もうこれ直前は非角球です。で、ザンが見えた瞬間、直前、非角球、非角球、非角球。非角球ってER のつく形でしたね。あ、ですから、オールの、まあ普通にと言ったら変だけれど、ね、ER をつけてあげて、非角球、オールダーにしてあげればいいんだということでした。ね、はい、ザンが見えたら非角球。で、ちょっと長いやつはね、モアをつけて、モア、なんだ、モアインタレスティングとかね、いうふうにしてあげるけれども、はい、ザンが見えたら非角球。ここでは基本通り、規則通り ER をつけてあげて、オールダーとしてあげたということですね。はい、次です。はい、チャイルド、チャイルド、まあ名詞ですね。名詞が来た時はね、もうほぼ複数形ね、名詞が来たらもうほぼ複数形で間違いないと思います。はい、ですからね、まあ一応でも一応見るのよ。はい、そうすると、サムって書いてあるのよ。サム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 っていうのはいくつかのとかっていう意味があったんで、だからサムに続く時はやはり複数形にしなくちゃいけない。ただやっぱり複数形にするのは S をつければいいんだけど、チャイルドはチャイルズじゃなかったんだわな。はい、これも不規則変化しました。まあ、チャイルドという字はそのまま書くんだけど、REN と書きまして、チルドレン、チルドレン、チルドレン。で、なんていうふうに変化。で、これも不規則変化ということでした。はい、次行きまーす。What is the big animal in the zoo, in this zoo か。ね。はい、今度は何だろうな。やっぱりね、まあ、ハニーっていうことを考えると、ね、まあ、過去形、2年生っていうのは過去形から入る未来形があり、まあ、助動詞があり、はい、そして不定詞、比較というところなんだよね。はい、ですので、やっぱりこのザンがあって、比較級にした、まあ、比較の問題と同じようにだ。やっぱりね、これ、ザンっていうのがついてるっていうところがちょっと、まあ、ポイントなのよね。もう、ザが見えたら、ザが見えたら、そしてなんとかの後に、インとか、または、はい、オブなんてのが見えたら、はい、もうこれは最上級ですね。最上級。はい、ザプラスなんちゃら、EST、オブなんたら、インタンタラの最上級。はい、ですから、ね、これザが来てるとか最上級にしましょう。EST のつく最上級の形です。ただ、はい、ビーグは G をもう一個書いて EST、biggest ね。ということで、ただただ EST じゃなくて G をもう一個書いてなんていうことでございました。はい、それなんで、まあやっていく中でやはり見えるんですが、やっぱりね、規則変化のものっていうのは実はあまり聞かれないんだよね。まあ、まあ誰もができてしまうからなんでしょうけれどもね。だから、まあ過去形を不規則。で、まあこれは規則的だったけどね。
チャイルドも不規則だし。で、まあ、これも、まあ、規則変化ということではあるけれど、まあ、ただただ EST をつけるっていうことじゃなくて、G をもう一個書くなんていうところでね、まあ、やはり、まあ、うん、ね、ただただ EST、ER、EST をつけるっていうような問題っていうのは、あまり見かけないかなというふうに思いますですね。ですから、そんなところ注意しながらね、進めていってもらえればいいかなということではございました。はい、ということで、これが大問6ということですね。続いて大問の10番ね、見ていってみます。1回切れます。そして11番の、対話文読解ね、問題でございます。はい、まずね、ここでは、あ、11番じゃないな、10番だな。はい、10番の対話文読解でございますね。はい、ではまたね、ちょっと一部ですが、拾い上げまして、まあ問題ね、拾ってみましょうということでした。はい、ではまず最初ね、はい、What are those pictures? とね、言われましてですね、あれらの写真は何ですかっていうことですよ。そしたら、They are pictures of the festival. ね、まあフェスティバルということなんでね、まあここではね、その学園祭みたいなもんですね。それの、まあ写真だよ、ね、いうことだと。で、そして、I'm not sure to put one of them in my newspaper. ね、その学級新聞に、まあ、それらのうちの一つを、まあ、載せたいんだというような話になってるんだが、それ、ね、載せたいんだよね。そこで、まあ、載せたいんだよってなんか言っちゃったけど、で、I'm not sure to、ここにね、何か適語を入れてください。ね、何か一語を入れてくださいって言うんですよ。はい、I'm not sure to、ね、はい、もうね、be の詞ですよね。be なんちゃらっていうの来ましたらですね、もう、大体ね、あれですよね。あれですよね。be なんちゃらっていう時から、はい、be going to じゃないですか。ね、これでは、未来、何々するつもりする予定というようなところでね、はい、be going to。ね、まさに、範囲にね、なってるところですのでね、be going to なんていうのが、まあ、ここは、なんか、もうすぐ分かっちゃったな、なんていうところかなと思います。はい、そしたらね、その次ですね、やはりその対話文中に、英作文の問題があります。彼女は2ヶ月前に私たちの学校に来ました。彼女は2ヶ月前に私たちの学校に来ました。過去形ですよね。はい、まず主語からね、書きますね。彼女は、はい、彼女は、はい、彼女は、し、2ヶ月前に私たちの学校に来たんです。はい、来たんです。来たんです。カムの過去形だな、came。はい、で、came to どこどこと来て、どこどこに来る。はい、ですから、came to 私たちの学校。私たちってなんだ ?I, my, me, mine の we are ours, ours のところでな、our なんてんがあったね。はい、ですから、our school。はい、私たちの学校に来たんですよ。はい、いつ、いつ、いつ、2ヶ月前。はい、2だから to でしょ。はい、月だから month。ね、two months ago ですね。何々 ago で何々前でした。はい、ですから she came to our school two months ago ね。こんな風に書きまして、彼女は2ヶ月前に私たちの学校に来ましたね。はい、過去形もやはりね、範囲の一つですよね。はい、そしてさらにその中で her class years なんていうことで並べ替えの問題。さあどうしようね。interesting all the of most。お、モンストって言うとですね、なんかごく最近やりましたよ。比較やってた時に、ほら、なんかモンストとか使うのがあったな。あ、そう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 。ね、ザ・モンストなんとかっていうんで、最上級の時に、ちょっとほら、長いやつの時をね、最上級にするってんで、ザ・モンストつけた。おぉ、そういえばここにインタラスティングってちょっと長いやつがあるな。そうか。じゃあ、そういくか。ということで、ハークラスイエですね。はい、ザ・most ね、こう最上級だ。で、interesting ね、一番。interesting で、一番ね、面白いということでね、いくわけね。で、最上級の場合って、最上級で、ザプラス最上級で、of なんとかとか、in なんとかと続いたんだよ。で、そしたら、はい、ここにね、of があるな。はい、ですので、残ったものとしては、of all という風な形になるのかな。はい、すべての中で一番面白いという風な並べ替えができたよ、ということになりました。ということでした。ね。はい、ですので、10番に関しましては、まあ、対話文の読解問題ではありますが、本当に一番最後のね、括弧5だけがね、その話の内容でね、問われてるだけであって、後の間っこはこんな感じでね、まあ、単発でもできるような問題にはなってますので、ね、ぜひともね、一個一個、こう、どんどん潰してね、丸つけちゃいましょう。ね、正解していっちゃいましょう。ということではございました。では、こんなところで終わります。